いや。どうかな。リオハリム？おう。異物はどこから来るのかって面白そうな題名だね。どんな内容なのかな。異物はどこから来てどこへ行くのか。ぜひとも先人たちの見解を知りたいものだ。いや、物は自分で動いたりしねえだろ。そういうことじゃないの。さあ、目的地に着いたわよ。感謝する。やっと着いた。承知した。見覚えのある景色は安心するな。いやあ。風に乗ってひとっ飛び。気を引き締めていくわよ。さあ行くぞ。行けるよ。俺を取り返せよ。くらえ、あぶれ、一気に恐竜と人間が上げろ。くらえ、これで終わりだ。
その調子で続けて。ああ決めてやる。私も援護するわ。こうレンダラン要素襲撃流星陣レンダラン援護これで終わりだ。なんとかなったな。だが、ズーグルたちもここから離れる様子はなさそうだ。破られちゃったりしたら大変だよ。早く取り返さなきゃ。邪魔よ。私が相手だ。はい、止まれ。あがくがいい。ガリオク氷の槍よ。ガリオクルーブランカーよ。ガリオクルーブランカーよ。頭上を取られた。シオ、私の出番でしょ。任せて。しよう。行け。ガーディンテンソーラ。なんて速さだ。この足、私が絡めと。一人で行けそうな勢いだな。なら譲りません。いえいえ、そのままお願いします。どこだ。こっちの場所。あと少しよ。この調子で決めるぞ。頼りにしてるわ。炎よ。マッコメ。よかった。ちょっと汚れてるけど、大きく傷んではいないみたいだよ。この本も渡った者たちの知識になっていくとともに、いずれは遺物となるのかもしれない。そうだね。私、この本を読む前に自分なりの答えを見つけた気がする。ねえ、ディオハリム、やっぱり遺物って面白いね。ああ、遺物はどんな時でも我々に良い刺激や新しい発見を教えてくれるものだ。だけど今回は元の場所に戻さないとね。それじゃあ私たちはビスキントに戻ろうか。本って傷みやすいから大事に扱わないとだよね。お前結構大雑把なところがあるから気をつけろよ。うるさい、サンダーブレード。だからそういうのやめろって言ってた。容赦しないわよ。決めたまえ。やるか。どこだ。ガリオク。誰を止めるか。私の止める。息の根止める。まだまだ行くぜ。頼もしいな。引き締めていこう。長旅ではあったが、我々も貴重な体験をさせてもらった。あ、そうだ、その本、私たちが見つける前に落としちゃったみたいなんだけど、大丈夫かな？ええ、見たところ落鳥もありませんし、表紙の汚れは修繕すれば問題はないと思います。
よかった、これで貴重な資料がなくならずに済んだね。ええ、本が戻ってきてほっとしました。ですが、何より私としてはこの本を読みたいと言ってくれたあなたに読んでいただけることが嬉しいです。あのね、デュオハリムも言ってたけど、私も異物の大切さや魅力を改めて知ることができたんだ。だからお礼を言うのは私の方かも。その本、修繕が終わったら必ず読むからね。はい、楽しみにお待ちください。読んだ後は私にも感想を教えてくださいね。あの本、いつ読めるようになるかな。今から楽しみだよ。ああ、お互いに読み終わった後は内容について語り合いたいものだ。俺も読んでみようかな、その本。やめときなよ、どうせ読んでる途中で寝ちゃうだけじゃん。なことねえよ。見てろよ、俺だってやるときはやる男だって証明してやるぜ。